はい、えー。日本語教育世界の皆さん、こんにちは、えー。これは、あの、第6週の第2本目のビデオになりますね。第2本目は、えー、行動中心アプローチとは何かについてお話をします。はい。えー、行動中心アプローチは、えー、もう一言で言うとですね、行動が出発点とゴールであり、そして評価基準でもある、テストの基準でもあるということですね。えー、で考えるときは、 この行動をするのに必要な語彙や文法は何だろうというふうに考えることが多いですね。で、授業の目標は何らかの行動ができるようになることです。評価基準、つまり合格するかどうかはその行動ができるようになったかどうかですね。まず行動から考えてそのためにどんな言語が必要なのか、文法とか言葉ですね。そしてそれを行動で評価する。 それができるかどうかをテストするというわけです。これはですね、反対に言語が中心の考え方です。これは行動中心アプローチではありません、はい。言語が中心の考え方では、言語が出発点であり、ゴールであり、評価基準であります。で、この文系、この語彙、この漢字を教えたら、どんな行動ができるようになるだろう。こういうふうに考えるのは行動中心アプローチではありません。 で、授業の目標はですね、何らかの言語知識、それを身につけることです。文法とかね、漢字とかね。はい。で、評価、つまり合格するかどうかは、えー、文系とか語彙とか漢字が正しく使えるようになったかどうかですね。その結果、どんな行動ができるようになったかは、この言語が中心の時は、あの、評価されません。はい。ですから、これは行動中心アプローチとは、全く関係ないわけですね。はい、じゃあ、えー、 あの、もう一つの大きな違いは、言語中心の場合は、教えるのは日本語だけなので、もうあの、基本的には全部同じです。はい、全部日本語を教えるので、えー、全部同じシラバスになります、えー。ですが、あの、行動中心アプローチの方は、えー、行動は本当に、えー、多様、つまりいろいろな行動があるんですね。例えば、育児をするための日本語と、エンジニアのための日本語は全く違います。はい、教えなければいけないことは全く違うわけですね。 同じように ALT とか、えー、キャビンアテンダントとかですね、作、え、動、ー、とか旅行をするための日本語も全く違います。ですので、えー、行動中心アプローチはこんなに、えー、中身がたくさんいろいろあるというわけですね。えー、と、それからまた別の違いはですね、探検、探検家と公開者、こういうメタファーも、えー、私はよく話すことがあります。言葉が中心の場合は、より広く えー、その言葉ですね。例えば日本語なら日本語っていう世界を浅くてもいいからより広く、えー、全部調べたい。そういう人は言語中心で勉強することが多いです。もう日本語っていう森全体を調べる感じですね。一方、行動中心アプローチはより遠くへ行くことが目的です。より早くね。ですから、寄り道をしないんです。こんな風に関係ないものを調べたりはしないで、えー、それができるようになるため、えー 何かができるようになるための言葉は覚えますけど、えー、関係ない言葉は覚える必要がない。教える必要がない。それが、えー、行動中心アプローチですね。ですから早く、えー、何かができるようになります。どちらかといえば公開者に近いわけですね、えー。これはですね、あの、えー、私が英語じゃなくてヒンディー語を勉強していた時ですけど、これ、あの、私たちはベジタリアンではありませんという文化と思ったら、 私たちは野菜ではありませんという文でした。こういうのは行動中心アプローチには絶対に出ませんね。はい。えー、それから、えー、私は魚ですというような文も出てきたりします。これも行動中心アプローチでは出てきません。こんなことを言う必要があるのは、えー、ヒンディー語が話せる魚だけですね。はい。えー、あとこういう、あの、えー、ピーターは4月には全然食べないとか、そういうのも、あの、4月に食べない人なんていませんから、えー これも行動中心アプローチでは全く出てこないわけです。はい、じゃあ実際にですね、どういう、えー、あのー、行動とかどんなコースがあるのかっていうと、これはですね、今年の春に、えー、行った行動中心アプローチの、えー、コースの、あのー、皆さんが作った、えー、あのー、教材のリストですね。はい、えー、この、あのー、本当にたくさんの、えー 行動があることがわかると思います。で、このコースは今年の12月8日からも始めますので、ご興味のある人はぜひご参加ください。そして、冒険は続きます。